はい、どうもこんにちは、なっちでございます。何の話をしようかな。一応ね、動画の前に僕一個なんか雑談をしたいんだよね。雑談っていうか、まあ今日あったこととかさ、何があるかな。低血糖の話母親と僕が低血糖なんですよね。妹もたまになるって言ってるんですけど、まあなる人とならない人いると思います、もちろん。まあどんな人でもならんことはないと思うんだけど、でその低血糖が特に激しくて、特にね僕の場合朝なんか食べてから何もしばらく食わないとなるんですよね。どんなことが起きるかっていうと、なんか体の糖分が少なくなって、もうなんか世界が消えていく感覚としてはね、なんかね、もう友達とかの話しかけてきたのにも応答できないし、ずっとボケーってしちゃうんだよね。昔これ僕何のことか分かんなくて屍病って呼んでたんですけど、なんか屍みたいになるからね、ずっと喋らんくなって、で結局その低血糖ってことをね12年前ぐらいに知って、でまあチョコとか食べてしばらくすると治るんですけど、なかなかね怖い症状、まあ、病気ではないのかな、症状ですね。多分同じ感じの体質の方なら分かってくださると思います。はい、今回は、ゼウス&ヘラをネプチューンドラゴンでやってみたいと思います。やってみようっていうか、まあ運営がやれってこう出してきてるんでやりましょう。あ、言いたいことあった。塗り絵ってどうなったねえ。イシュタルもだけど塗り絵ってどうなった。なんか塗り絵で選ばれたキャラをフェスゲンモンスターとかモンボウで出すよって言ってたけど、あれどうなったの。まあ半年ぐらい経ったよね。なんかね、なんか対戦機能もつけるとか言って風化したし、使用度順のボックスのソートもつけるって言って風化したし、風化するんだよねたまにね。今週のニコ生に期待してますが、イシュタルは今週来そうだよね。塗り絵忘れてんじゃねえかなってちょっと最近思っております。行きましょう。ネプトラ確か11個だったはずなんですよね。列、2列ちょうどいかないぐらいだったはずなんで、222なんで一旦貯めます。まあ、今回もね、一応まあ解説はできんだろうけど、僕も初見なんで、まあ、一応立ち回りをね、把握できたらいいなと思っております。じゃあ、ここは、まあそんなコンボ必要ないと思うけどね、ここで、列を作っているかな。こんなもん一応入れとこう。操作時間は意外と長そうです。 20.25 これでどすこい。 OK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 。 うわっ、落ちた。モリリンキング落ちた。レアじゃね。ちょっと負けたくないね。じゃあここは1列でいいのかな。多分無理にその2列とかその辺まで組む必要ないよね。ちょっと火が固まっちゃったけど、あっは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 。いやちょっと悔しいね。今普通にたっちゃ組めたよね。悔しい。火にかまってる場合じゃなかったな。でミネルヴァ1列で全然倒せました。ここでグンダリ明王かヘルメスを使いたいわけですけど、グンダリさんは火と回復を水に変化、1コンボ加算される。は微妙だな。グンダリかヘルメスか。ヘルメスが木だよね。木を消すよね。一緒なんだよな数が。で毒作られてからじゃめんどくさいもんで、グンダリでいこっか。完全に気分でございます。でまあちょっと形的にもね最大ダメージは狙わない狙えよって感じですけど、ちょっと狙わない。そこにこう入れたかった。下でウェイとか組んどきゃまあどうにかなるんじゃね。すごく綺麗ですよ。25倍落ちコン入りましたね。さらにコンボ加算でレッツパのくせに9コンボっていうなかなかない。素晴らしいです。盾があるんでね、ヒュドラホーンで倒そうとかいうのはちょっとあまりよろしくないかと思われます。でここどうする。ここさらすっちゃうか。さらすでいってみようか。じゃボスがねコンボ吸収あるからね。多分あるよねゼヘラって。そこでサラスありかなと思ったんだけど、落ちコンが増えるわけじゃないからね、やっぱり。あのスキルって。ここで、水が乗る。これによってワンパンとか可能なんだけど、可能だよね。うん。落ちコンがこう増えるってやつじゃないから、コンボ吸収にはあまり向いてないんだよね。火力不足の敵には使えるんですけど。で、ここは貯めようか。ちょっとね。さすがに、スキル使って、あ、でも、あ、回復だけしとこう。うん。水も結構降ってくるし、回復だけして、もう一旦、水の目覚め消えちゃうの悲しいけど、ちょっと消えないでね。OK。で、これで一発殴ります。で、ボスが立て切れてからヒュドラホーンなのかな？それが理想的かな？まあ、理想的っちゃ理想的でしょうね。36。耐えそうだな、なんかこいつ。でも水半減ないから耐えないか。OK。じゃあ、あとはボスを耐えて、でもあれだよね、信用の願望来たらダメなんだよね。ラス5の分にはいいから、やばくなったらもう合理押す。毛利で。なんか盤面で回復消されたりとかしたら、毛利で合理をして、で、まあ耐えれるうちは耐えていくという感じでいきましょう。コンボ吸収もあるんで、水だけいっぱい消しちゃいたいと思います。イカズチがそこに来るからね。回復を置いとかないとめんどくさくなりますね。で、ここでこういって、回復。まあ、水がドバーって降ってこない限りは、倍率出てね、信用の眼光とかはないはずなんで大丈夫でしょう。よし、勝ちですね、これは。ヒュドラホーン使って毒にしちゃって、これで根性を消せますので、毛利使って、最後はサラスで落ち込ん増加と。で、ここでぐんだり使うと花火になっちゃってやばいから使っちゃダメっていうことですね。2列入れたかったけど、まあ普通に行きましょう。まあ、こうだよね。ここ繋げとこうか。はい。6コンボ。落ちコンはなし。いけますか？余裕そうだね。はい。ヒュドラホーンで倒せますと。プラス9の気持ちいいね。モーリリンなんかプラスで落ちたけど、いいね。これこそやっぱね、イベントない時こそ降臨チャレンジだよね。プラス触れない僕らからしてみればね。やったー、モリリンゲット。これレアですね。なかなか見ないんで、あそこで落ちることね。はい。というわけで、降臨チャレンジ、ネプチューンドラゴンでしたが、まあ、1回をスキルなしで抜いて、僕のやり方だと2回は1列、6コンボ。3回でぐんだり妙を使ってゴリ押して、4回で、サラスだったかな。サラスで、4回サラスで目覚めを使いつつも倒す。で、ハーデスを残った目覚めの水で倒して、2ターン耐えて、ヒュドラホーンからの毛利で倒しました。うん。まあ、不安な方はぐんだり妙を最後まで取っとくのがいいかなと思います。コンボ加算あるんでね。まあ、ただ、毛利と合わせることができないので、そこだけ注意してくださいというとこですね。はい。というわけで、以上、降臨チャレンジ固定チーム、ネプドラで、ゼウス&ヘラでございました。バイバイ。